11月11日五箇所裏のアイスの館でアイスの館友の会学芸員セミナーが行われました。今回演壇に立ったのは学芸員資格を持つ南伊勢町教育委員会の職員で、演題はさざら浦美山古墳の関東たちと当地の豪族でした。町内に存在する古墳と出土品、それらから推察できることについて説明・解説が行われました。セミナーでは古墳や出土品に関する一般的な事項の解説が行われた後、南伊勢町内に存在する古墳の作られた順番が出土した末期の形状から推察できることに触れ、村島古墳、袖引古墳、さざら浦付近の古墳群という順番で作られていったのではないかと考えられることが紹介されました。そして今回の主題であるさざら浦美山古墳に話が及ぶと、出土した銅腕と総流関東たちについて解説が行われました。銅腕は古墳が作られていた当時に仏教文化による影響を受けていたことを示しています。総流関東たちは銅腕を伴って出土することが多く、全国でも50例ほどの出土しか確認されていません。装飾の形状から6世紀末頃のものと推定されており、畿内の王権とつながりがあったことを示すものです。同時に出土した釣り針と貝殻から周辺に住む海の民を治めていた統治者を埋葬した古墳と考えられることが解説されていました。訪れた方は町内の古墳に関する話を真剣に聞く様子が見られ、セミナーの後は出土した関東たちを興味深そうに見学していました。